雨。違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこに凛とカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ、変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。凛は俺とカカシで守るんだ。あの世との狭間だ、内葉の者よ。その目、まさかじいちゃんも内葉の。痛みを感じるということはまだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか、ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ、この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ、俺はこんなとこに長居をしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん、この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内葉の亡霊、内葉マダラだ。マダラ？マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る、勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えば
より強くなれるってことじゃねえか。リンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン、俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたから、どんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけかそのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして、自分はずっとお眠か。あ、分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てて、いいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だから、なんだって思い通り。死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ。今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ！お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解！ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく、少しでも早くこの体になれねえと。おし、お前ら、そろそろあれやるぞ。はーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。よし、行くぞ。手加減してほしいんだけど。初めに言っただろ、手加減。こんなこと言ってたっけ。もう忘れちゃったよ。おいおい、どうした。カカシのやつはもっとしなかったぜ。そんなこと言われてもね、僕らカカシのことを詳しく知らないし。はぁ、だけど君は戦いの基礎はできてる。当然だろ。こっちから湊先生に指導してもらって、カカシの手合わせでボロボロにされた身だぞ。あの人は微妙にカッコ悪い話になってるよ。はあ、バトン上級の術。
僕らの教育の賜物だよ。僕らのことありがとうな、お前ら。先生って呼んでもらってもいいですよ。いい感じだ。前よりもさらに馴染んでる。もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ、リン、カカシ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、くるくる。行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。カカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを何とか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨？違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ？変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。ここは一体ここは何だ？増援か？バカが、たった一人で仕留めるぞ。こいつ
里を舐めるなよ。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切る。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろうな。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも、俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻外道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの、お前が、うちはマダラだ。Thank you.
何のつもりなの。お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。さあ出てこいキュービ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生。だが今は俺の方が早い。私はしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。何をなそうとしているか、その意志の強さに変わる。わかるか。お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。これに頑張っていけば里の被害が大きく、早めに奴を仕留めなくなる。俺を相手にそれができるとでも思うのか。捕まえたぞ。なぜこの葉を狙う。言うなら、なぜであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。その強さがあっても、守るべきものを守りきれないなら意味はない。どういう意味だ。悪いね。さて、どういう意味だろうな。お前は何もかも恐れている。どういうことだ。はあ、わかる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は死ぬのだからな。行くぞ。
さ四代目、お前の力はこの程度。里が気になるか、それとも子供が気になるか、いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。キュービー野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。本当にオビトなのか？生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな、鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで？聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ！そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す！キュービとハチビは俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。
はさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてこの異性本物か見せてもらえ。まだらは超強い。少し少し。俺の指紋抜くんじゃねえぞ。なるほど。わかった。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのは悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど。今のお前はおかげすら超える力を持っているようだ。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ近いものか。それで止めるわけでない。お前は柱間ではない。俺は負けねえ。全部やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ。なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側もこの世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら。ナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ。おう。向こうの火星に行かなきゃな。随
軍とシャリンガンを使いこなせるようになったが、しかし、所詮狩り物の目、敵が離れるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれば勝負。はい、かつての仲間であっても敵であるなら倒さねばならん。エロー戦車ギルトラン。ロビト、お前が壁として立ちはだかるなら俺は獣となってその壁を壊すだけだ。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ、終わったのか。終わったよ、この世界がな。うわっ、なんだ、あれは、もしかして。ああ、あれが準備だ。